それではこれよりライバルズ検定2級レジェンド級を開始いたします。こちらの検定はライバルズの上手さだけではなく知識も多く問われる検定となっております。検定ですので時間がかかります。しっかりと検定を受けられる状態で行ってください。注意事項1、この検定は公式の検定ではございません。自分がどれほどドラゴンクエストライバルズを知っているのかという判断材料としてご活用ください。2、問題の中には記述問題もありますのでなるべく回答を記入する形式でお答えください。例、PC のメモ、ルースリーフに記入等。3、うっかり答えが見えてしまう事故を防止するため、正解発表は概要欄に載っている動画で行いますので、ご了承ください。4、問題を解く際は、一時停止を推奨いたしますが、リスニングは指定された回数のみお聞きください。問題の形式は、リスニング問題3問、計算問題2問、その他5問の合計10問となっており、問題ごとに点数の配分は変わっております。合計70点以上で合格となります。なお、問題の中に小問がある場合もございますので、ご了承ください。例、第1問、括弧1、括弧2。そして今回のライバルズ検定2級はこれが解けたら相当ライバルズ知ってんねえやってんねえという難易度となっております。それではライバルズ検定を開始いたします。第1問、これから流れる音声を聞いてライバルズのどのキャラクターのボイスかを正式名称で記入しなさい。第2問、 A から D の BGM の中でどれがプラチナキングを召喚した際に流れる BGM かを記号で答えなさい。第3問、これから流れる BGM を聞いて正しいと思う文章を下の A から D の中から選び記号で答えなさい。複数回答か。まずはこの画像をご覧ください。この盤面から勝利する方法を求めなさい。第5問、あなたは今1740錬金石と3丁戦士の交換所ミラクルブレイドを持っています。それらのカードを全て砕いた後にラリフォービートルクラウンヘッドを錬金すると残りの錬金石はいくつになる。第6問、シンクロの効果について最も適切なものを下の A から D の中から記号で答えなさい。第7問、丸×問題です。下記の問題で正しいものには丸、間違っているものには×と書きなさい。第8問、下記の問いについて答えよう。漢字はひらがなでも良いとする。第9問、このユニットたちのコスト、名前、攻撃力、体力をすべて正式名称で答えろ。第10問、フォズで変わる可能性のあるテンションスキル8つをすべて正式名称で答えよ。以上で検定は終了です。お疲れ様でした。回答動画は概要欄にありますので、そちらから回答解説をご覧ください。